宿題作品発表さて宿題は「絵をもじりアーニー」ということでね、はい、もうこのいろんな絵があります私、うん、あの中学校の時絵画部でね、うん、日頃橋にある絵画教室に中学校3年生から高校にかけて通ってました。で石膏デッサンやらクロッキーデッサンやらいろいろ油絵もやってましたんですけども。うんへー 絵が好きで、うん、えー、まあ皆さんがいろいろ書いてきていただいた絵はですね、うん、大体の絵知ってますけども、うんはい、ちゃんとスタッフがね、どんな絵かわかるようにね、はい一、はい、枚一枚、それを一枚ずつ揃えていただきましたよ。はい。本当にありがたいことでございます。写真があります。絵をモジリアーニは、はい、画家モジリアーニのラフを描いた絵画が、うん、サザビークリスチーヌとサザビーがあるんですけども。うん 最高落札額の一億五千七百二十万ドル。およそ百七十二億。<laughs> あの五個の島に五十億いうのもびっくりしたけど昔ね、はい。はい。これしかしすごいですね。想像できないぐらい高額ですね。百七十二億あったら、はい、持ってる人がいるってこと。僕だったら家は買わないですね。<laughs> <の>何されますか師匠だったら。ねね寝られへんでこれ。<laughs> 家事行ったらもう大変やしせやから言うて見いひんかったらね何にもなれへんしまあどっか入れとかないもう家事行っても大丈夫なところへ入れとかないしねまあ随分私も絵を勧められましてね昔絵持っといたらよろしいでとどこへでも持っていけるからつまり大きな額でもそれ外してね くるくるっと巻いただけで持ってくるから。そっか。土地なんか大きな土地も取っても、それ持ち歩きできへんも、はい。ああ、確かに。ええー、よろしいでって言われたんやけども、ねはい、なかなかね。うーん。 うん、まあほ本当に「もじじあん」とか「ごっこ」とかそれぐらいの有名な絵な内度持っとってもなかなか値打ちがないんですよなるほど財産になるためには。それはやっぱり172億とかねこんなんね<も>夢の話はもうありえへんわな、はい、ことなんね。ね<ー>そこで高額で落させそうな絵画の説明をして、はい、その絵のタイトルで落としてくださいということでございます。はい たくさん来ました。ありがとうございます。これは奈良県の西岡さんでございますが、これはあニエーグスゴールドさんからいただきました。はい、ゴッホが貧乏について書いた絵です。うん、絵の名前は暇なし。 貧乏暇なし暇は暇あり苦しいこれはね暇は暇なし暇なし暇は暇いけへん暇は暇のね有名な絵ですねタッチはすごいですね独特ですよねここもやっぱり日本絵画に非常に影響されたそうですけどもね特に浮世絵にねそんな人多いんですけどマネとかモネとかもそうですけども すごいですね。ねも,もう貧乏して、貧乏して、それでも、うん、こんなん、百何五十億とか、そんなんやからね。<laughs> ええー、あ、はい、これも、ひまわり系でございます。<あ>マジカルトップブラザーコンゴさんから、いただきました。はい、ゴッホが、飛行防止のポスターとして、描いた絵です。絵の名前は。夜回り。 <laughs> ひまわり。のものすごい、ひまわ花瓶にいけられた、ひまわりをモチーフする。複数の絵画の名所。うん、まあ、いろんなひまわりを描いた絵があるんですね。うん、ええー、糸杉と。次。はい、ええー、マジカルトップブラサンコさんからいただきました。はい、レオナルドダヴィンチが。 あれをやってくれこれをやってくれと頼んでも面倒だから何もやってくれないいつもモデルに描いた絵ですうん、絵の名前はモノグサモナリザモノグサ <laughs> モノグサあた見たことあるああ、り、生ではないですけどはい。生で見ました私。えー、ルーブル美術館やっぱ違いますか生で見ると生で見ても一緒ですけども <laughs> ガラスにか もうね厳重にね。で思ったより小さいですやっぱりねそこへぐあ人だかりでやっぱりこんなすごいですね。風景としては不思議やいうこの「モナ・リザ」のほほの謎がありましてねいろいろと。次はミッシー・ブンさんからいただきました。リが ある会社で社長から、社長から社員に特別でキープが出て、うん、みんなが喜んでいる風景を描きました。絵の名前は？ボーナスの登場、<laughs> <い>ビーナスの誕生やけど、ボーナス。<laughs> 嬉しい。全然違うもんね。<laughs> これはすごいですね。チェリーチェリーね。<laughs> はいはい、次、はいえー、これもダ・ビンチでございますね。二十四トラゴールドさんからいただきました。 レオナルドダヴィンチが国で一番高齢の女性のために描きました。うん。絵の名前は。最古のばあさん。<laughs> 最後のばんさん。最古のばんさん。なるほどね。<laughs> これはもう、この俺100歳以上の方がたくさんいらっしゃいますからね。そうですね。最古のばあさん、まあ日、ね、本で1十六ぐらいかわかりませんですけども、うん、次行きましょう。はい。これもよく。 絵画教室なんかに貼ってあった絵ですね、うんうん、え、何馬ファイスサンダースさんからいただきましたマ,マ,マネがマネがですね、うんえー、マネいう作家選手いましたね<ー>マネが飲み会で知り合った武勇伝を語るおっさんを見て描いた作品です絵の名前はホラーを吹く中年 <laughs> 笛を吹く少年 <laughs> ホラーを吹く中年すごい,苦しい汚れてしまった ピカソが出てすごいですねこの青の時代いうのがあってねピカソは、はいはい、その本当に絵がうまくて、うん、それからだん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 こういう風になっていったということなんですね、うん、それもまた多作家でパブロ・ピースカツというのは、うん、ももうたくさんあるんですけどもでもやっぱり「ゲルニカ」とか有名な絵はニューヨークやったかなんかにあるんですものすごい高いですこれ、うん、また。 高いでしょう、ね。ピカソすごいですね。こ,こんなん思いつくのがすごい。ね、マジカルトップブラサンコさんです。はい、ピカソが居酒屋でいっぱい飲んで家に帰ろうと店を出ると道路際に埋まっている。うずくまっている女性が、その後ろ姿の美しさとは反対に苦しそうな顔に衝撃を受けて描いた絵です。絵の名前は白女。 <laughs> これ泣く女、ね、<laughs> どんな絵なのかめちゃくちゃ見たいです。泣く女の絵もすごいですね。これもね。<laughs> うん、え次ははいでは次ラストでお願いいたします。はい。いやいっ,ぱい,、ね、いっぱい本当に有名だ有名な絵って本当よく見ますね。ル,ール,ブルーのね見で、うん、もありましたね。うん、はい、えー、それからムンクもありました。 ミレーもね、もう,、はい、もう本当に落ち葉広いとかですね。えー、このマネのね、こ、はい、こも行きました。モネのね、モネの,のこの池も行きましたもんね。<ー>うん、本当に家が好きでね、はい、それとも行ったんですけども、はい、えー、それでは、はい、陳さん陳電車さんからいただきました。横山大観は実は教養がなかったようです。絵の名前は？絵の名前は？無学無が 横山大観の絵ばかり集めた美術館もありますけどもやっぱりすごいですねああはね僕も本当に一時は絵描きを目指したことがありましたお金がいるんですよ絵描きになるには。ですから酒屋の子とかね安井宗太郎いう人は酒屋の子でしたですけどもさてはい では続きまして二刀流の方の発表お願いします大谷翔平選手がアメリカメジャーリーグちょっと怪我してね心配ですねやっぱり怪我するのちゃうかな思ってましたけどもう無理やりね、うん、ああやって大変やねそうで,、ねど,でね、どちらもやらなきゃいけない、ね、他にも二刀流で頑張ってる人やものがあるはずですはい。のものを教えてください何々です、はい、とこいますどんな二刀流っこういうのねはい 後で落としていただきたいと思いますはいお願いしますそれでははい、えー。まず最初は生駒三五六さんからいただきました物差しですどんなに刀流長さを測るのと背中を描くのとあ便利あれ <laughs> うん

とすすめの両方を演じています。<ー>ああ、帽子かぶっとったか。帽子かぶってた気がしますね。こうちょっとつばがあったような気がする。はい。ちゃんと新聞見てないんかな。で <laughs>、ね、そうですよ。意識しないとわからない、ね。続きましては山目、はい、のおじさんからいただきました。はい。駄菓子屋です。どんなに通る？夏のかき氷屋と冬のたこ焼き屋です。うん。 昔こういう店先でね、やってました。また、あのかき氷なんか新聞紙で、もうたことあった?。新聞紙?。新聞紙の。新聞紙載せるんですか?。かき氷をね。初めて聞きました。徳山教育長さんからいただきました。はい。私の妻です。うん、どんな二刀流?。悪魔と鬼です。ああ。よく似てるな、悪魔。悪魔と。どっちも。二刀流。二刀流か、それ。どっちも。怖い それでは、はい、派遣参戦士さんからいただきましたはい畑ですどんな二刀流誇りと寝っ転がってる主人をはたきます<あー> <laughs> なるほどね次は二十四トラゴールドさんからいただきましたはい名古屋市民ですどんなに刀流エスカレーターは右にも左も立つでよはあ。 そうなんですか名古屋ってどっちも真ん中に立ってるんですかねはい。次はリコーナリコちゃんコールドさんからいただきましたはい。UFO ですうんどんな二刀流人類に夢と希望を与えます与えるか夢と希望ロマンはありますけどねいやいや何乗ってるかわからないから怖いけどね夢と希望ちょ それはあのロケットの方が夢と希望を与えてくれますけどね、はい、あ宇宙に、はい、旅立って、うん、火星まで行けたらええなとかね月まで行けていやー宇宙船に一月ぐらいいた人がもっとかな、うんうん、どうなんでしょうね,ねえ帰ってきたら体重く感じちゃいそうですねそうなんですよ。電車さんからいたききました、はい、目玉焼きです うん、どんな二刀流。ソースでも醤油でも召し上がれます。ああ、美味しい。これでも塩もあるで。ああ。ケチャップとかも。ケチャップ四刀流。四流マヨネーズとかでも。五刀流。胡椒もあるで。あ、六刀流ですね。六刀流や。ね。なんやそれ。ええ、下中さんからいただきました。はい。東京ディズニーリゾートです。うん、どんな二刀流。 ディズニーランドとディズニーシーの二刀流です。うん、楽しい。マジカルトップブラサンコさんからいただきました。はい。中年おじさんです。どんな二刀流?。柔道三段、お腹も三段。あ<ら>ま、<laughs> <laughs> 次は。はい。ミッシーブンさんです。はい。大根です。うん。どんな二刀流?。二タンとタイタン。 一緒やなこれ似たのそうですね料理方法は一緒ですね一緒やな一刀流でした大阪はタイタンっていうね料理法は一緒料理法は一緒でし二代目道之助文さんからいただきましたはいたぬきそばですどんな二刀流乗るものが関西では油揚げ関東では天かすですあそうか本当ですね い。それでは次ではラストでお願いしますラストでいきましょう徳山教育長さんからいただきました私たちが病気の時の水ですどんなに通る凍っては体温の上昇を抑えてくれて左右では薬を飲む時に助けてくれますありがたいありがたいはいということでありがとうございましたたくさんのご応募ありがとうございました 今夜の生募集作品発表。はい。それでは。マイナーの言葉ね、マイナーじゃ、ネガティブな言葉を。ネガティブに変えました。はい。で、あなたの方は。はい。あの、私は言いますから、変えましたって言いますので。はい。なんですか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 。と、お聞いてくださいね。わかりました。ミッシー、ぶんさんからいただきました。はい。 蒸し暑いを言い換えてみました。うん、何ですか？ただでサウナに入れるよ。おお、ポジティブ。蒸し暑いのただまあまあただでサウナに。<laughs> その入った後ちょっとお湯とかね。はい、シャワーとか。シャワーは浴びられへんけど。<laughs> それでは。はい。次はこれはえー、あケイアンゴールズさんからいただきましたね。はい。 あ、港区一丁目元町一丁目の方ですね。ね<ー>ありがとうございます、うんえー。この人知ってる人かな、大川さん、知らんな。産地直送祭には、行けます、ね。地直送祭に来てください。はい、<laughs> 頭が硬いんです。うん。お、言いい買いました。言いい買いました。なですか。しっかりとした石を持っています。お<ー>お、なるほどね。うん まあ頭硬い、その辺、ネガティブじゃないか、わかりますね。うん、マジカルトップブラサンコさんから、いただきました。はい、太りやすいを、言い換えてみました。うん、何ですか。食べたものを、無駄にしていません。おお<ー>。<イ>うまい。無駄にしたくない。ね、無駄にしたくない。はい。<laughs> 次は、これは、なにわファイサンダースさんから、いただきました。はい。料理が、下手な人。 言い換えてみました。なんですか。ワイルド料理人。かっこいい。ワイルド。ワイルド。あ、そうや。ワイルドだ。どう。言ってた。してましたね。はい。いらっしゃいませ。ということで。はい。杉ちゃんさん。ですね行きましょうね。はい。それでは、この年で、アイドルオタクになってしまいました。を言い換えてみました。うん、なんですか。この年になって、アイドル研究家になりました。おお。 言い方変えるとね。変えるといいですね。かっ,かっこいいですね。あんたずっとをしてないか。つい<え> <laughs> ちょっと皆さん上手なので <laughs>、えー。え次はケイアンゴールドさんからいただきました。はい、秋っぽいんですを言い換えてみました。うんなんですか。次々に興味があることが出てくるんです。うん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 。それでやめてしまうということね。そうですね。あ,っちこっちあんたはえっと思うのでね。<laughs> ダメだという判断がようわからない一本にしとこいやどっちでもいいですけどね審査さんや労働者さんからいただきました音痴を言い換えてみましたうん、何ですか一度聞いたら忘れられない歌声忘れたいけどね次はこれはマジカルトップブラサンコさんです妻の尻に敷かれているを言い換えてみましたうん、何ですか 妻を尻の下で支えていますおー縁の下の力持ちですね、うん、うん、そういうことだね、はい、ちょっとしちゃうけど、まあまあ、違いまあ。それではメッシーブルさんからいただきました、はい、無口を言い換えてみました何ですか出現しなくていいおお<ー>、うん、いいですね出現しなくて済むということでね、うん、次は新三屋労働者さんからいただきましたはい 貧乏を言い換えてみました。うん、何ですか？お金のありがたみを知っている。あ<ー>あ<ー>、お金持ちの方も結構知ってたりしますよね。お金のありがたみ。そうそうやね。あり<ー>がたみ知ってるからお金持ちになったもん、ね。人もいます <laughs> まあせやけどバリナガにしてお金持ちもあるからな。<ー>土地持ちとかね。なるほど。あんたとかそう？え全然違います。あわでも普通のサラリーマン家庭です。 何はファイザーサザー <laughs> ファイサンダーさんからいただきました。<laughs> はい、おバカさんを言い換えてみました。うん、何ですか？天然ちゃん。ああ<ー>。どっちもあんまり。どっちも言ってみたら。どっちもまあそうです、ね。<laughs> ペーパードライバーを言い換えてみました。ミシーブンさんです。はい。何ですか？ゴールド免許。おお。 続きまして、はい、新三野労働者さんからいただきました社内でメイクする失礼な OL 言い換えてみました何ですか進化の過程を実演してくれています <laughs> ちょっと見たくなる <laughs> それでは次は、はい、お湯ゴールドさんからいただきました、はい、老化現象を言い換えてみましたうん、何ですか 身を固めているのですお<ー>だんだん小さく小さくなって身を固める固めていく身固めたないわ <laughs> 次はお湯ゴールドさんからいただきましたはい梅ゆを言い換えてみました何ですか無料の自動打ち水お<ー> <laughs> うわー足りたくないということでございまして <laughs> はい たくさんありがとうございました。はい、たくさんのご応募ありがとうございました。